凛と申します。輪っかの輪と書いて凛という名前で歌わせてもらっています。今日は石垣島から来たんですが、新しいアルバムができまして、それで、実家のある神奈川とか東京と、昨日京都大阪と、明日は三重の方に行くんですけど、ライブツアーをさせてもらっています。なんかもともと旅が好きで、いろんな知らないところに行って知らない人に会ったりするのがとっても好きなので、こうやってまた新しい場所に来て新しい人に会えたりとかできて、すごく嬉しいなと思っています。今日はいきなり見ず知らずの人のこんな歌を聞かなきゃいけないという状態になっているかと思いますが、まあ、よかったら楽しんでいってください。Thank you.
私はどんなですか。どんな色の雲が空を覆い、23階の窓から見える景色はどんなですか。夕暮れにはやっぱりどこからか美味しい匂い、お腹を空かして家に帰って、ただいまって言えばお帰りって言ってくれる人がいるの。風が吹いたら不安になるから、暖かい毛布にくるまって眠るだけ。君の住む街の空は何色？鳥たちの歌う歌はどんな歌？空から降る雪はどんな色？冬になればいくつかの星も見えるでしょう。星はつないで星座を描いたら、君の街まで手紙を届けてよ。雪が積もったら静かになるから、そしたら君は最初に歌ったのが石垣島が位置している八重山諸島の民謡で、スキム会社という曲でした。大きなお月様、八重山沖縄を照らしてねというような歌詞のすごく綺麗なメロディーの曲です。それに引き続き君の住む町でした。オリジナルの曲です。Bye.
シンガーの香川亮さんというこの人の流行歌でした、はい、次はオリジナルです。なんか台風の日にできた曲です。本当に好きなずっとずっとずっといられるのにね。
からず君たちが意味を求めてさまよってる。そんなものを最初はなかったのに、一枚の紙と一枚の紙をつなげていくだけ。誰も傷つけたくないな、一番弱い人と一番強い人の一番弱い時に寄り添えたらいいな、別れたらいいな。何ができるかな。Thank you.
急な坂道行き止まり近道なんてきっとどこにもないからゆっくり歩こうよ。お金がなくなったらとりあえずご飯を作ろう。体が温まったらみんなが集まったら新しい時代の話をしよう。欲しいものは少しだけ、あとはみんなで分けよう。欲しいものはここにあったよ、いつもありがとうございます。じゃあ、次の曲が詩人の谷川俊太郎さんの詩に曲を勝手につけたものなんですが、とっても素敵な詩なので言葉に注目して聴いてみてください。一人一人一人違う目と鼻と口を持ち、一人一人同じ青空を見上げる。一人一人違う顔と名前を持ち、一人一人よく似たため息をつく。一人一人違う小さな物語を生きて、一人一人大きな物語に飲み込まれる。一人一人ぼっちで考えてる。一人一人一人でいたくないと。ルッドルルルルッドドドルルッドルルルルルッドルルルルッドドルルルルララララ
ございます。どうしよう。あと2曲ぐらい歌っても大丈夫ですかね。ありがとうございます。次の曲も石垣でできた曲なんですが、石垣島って冬が意外と寒いというか、あのドヨーンとしてるんですね。なんかこっちの内地の、 あの冬みたいにパキンって晴れなくて、結構何日間もドヨーンとして雨がひたすら降ってたりとかして、結構あの心もドヨーンとしちゃう感じなんですが、そんな時にできた曲です。曇り空の下に、下でかな、はい、そんな曲です。うん、曇り空の下、すいません、カップをします。誰にも会わない
ありがとうございます。じゃあ最後の曲にします。最後の曲はあのニューアルバムのタイトルにもなっている渡り鳥の歌という曲で、そう、あの昨日の京都のライブの時に言い忘れちゃったんだけど、鴨川でできた曲なんです。あのなんか京都に来ると鴨川がすごい好きで、昨日も今日も鴨川の土手というか橋の下で練習していました、はい、そんな時にできた曲です。あの私の曲の中では珍しく手拍子ができる曲なので、もししていただけたら嬉しいです。あのなんか やりたくてしょうがないってムズムズするっていうぐらいになったらでいいですけど。はい。なんか無理やりさせたら悪いかなと。はい。本当今日は最後までお付き合いいただきありがとうございます。この後も美味しいお酒など楽しんでください。あの CD は完全石垣島でレコーディングで、いろいろ素敵な島のアーティストの人が参加してくれたり、子供たちがコーラスしてくれたりとか、とっても素敵な CD になっているかと思います。よかったら聴いてください。はい、では最後の曲、渡り鳥の歌です。
風